はい、では、ライジンベラトール。ベラトール。まあ、12月29日。そうですね。の、勝敗予想。はい。を、はい、していきましょう。ちょっと、その前なら、その推しさん誰ですか？ああ、そうか、そうか、そうか。何をですね。どうしたらいいのかな、俺は。いや、自由に。本名で、ノーガード本名じゃダメだよ。そうですよね。メガネおじさんです。サングラスじゃなくてメガネおじさん。メガネおじさん。はい。まあ小野寺さんは結構仲良くさせてもらって、その格闘技の大きな大会があると一緒にこう勝敗予想をね、そうです。やり合ったりするんですよね。はい。なので、でまあ詳しいし、ちょうどいい素人というか、そうです、はい、はい、そんな感じなので、今日小野寺さんに入ってもらいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでハマるし。29日の、はい、まああとね、そうです、女性の意見もという感じで、はい、はるさんも入ってもらって、はい、すいません、はい、MMA はよくわかりませんが、はい、はい、打撃でやっていきましょう。はい、お願いします。回してもらっていいですか。そうですね、はい、はい、じゃあ始めましょう。はい、じゃあ29日のまあこの注目してるというか、そうです、だけピックアップして、ピックアップで入りましょう。はい、とりあえずピックアップの1試合目、はい、アイ選手対アンディ・ウィン選手、はい、あ、それ高田っぽく言わなくていいんですか。聞きたい。え、ちょっと待って、その話して。いや、聞きたくない。じゃあやってみてくださいよ。私はちょっと男の人の声は無理無理無理。僕もちょっと無理です。声優的な感じじゃないんです。そうなんだ。そうそう。とりあえず行きましょう。とりあえず行きましょう。はい。勝敗。勝敗予想。まあ先に勝敗から先、そうですね。言いましょうか。自分はアンディ・ウィン。おお、ミュウさんに1回勝ってますよね。勝ちました、うん、でそのアイ選手は、ええ、やっぱ MMA のこう戦歴が浅いというか、そうですね、まだこう揉まれてない感じがあるので、ここはちょっとなんか自力で自力が出ちゃうんじゃないかなと思って、応援したいのはアイ選手を応援したい。今からね、可愛いし、どん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 こうスターになっていくっていうのを考えると、アイ選手に頑張ってほしいんだけど、でもこれをちゃんと勝敗予想をしろと言われれば、俺はアンディ・ウィンかなと。なるほど、うん、じゃあ一本ですか。あ、一本取りそう。一本ですかね、上と下からなんか下から十字腕系で、ね、ミュウさんに勝ちましたからね。そう、それね、かなと自分は。そうですね、モデルさんは一緒です。一緒一緒一緒です一緒です。田島さん、私アイス選手かなと思います。ちょっとそれじゃあ聞きましょう。いや、全然私も MMA 自体詳しくないんですけど、前回のアイス選手の試合見て、なんかすごい強くなってるなと思って。打撃で、はい、打撃もビビらなくなってるし、ね、寝かせてももちろん強いので、意外と気が強いし、ね、気持ちがすごい強いと思って。だからやられてもやり返す気持ちでなんか意外といっちゃうんじゃないかな。気が強いやつこそやられた、その下からの関節技とかもらいやすい気がするんだよ。でも前回の危ないのもありましたよね。いや、あの代理戦争で、あ、代理戦争でしたっけ。古瀬美月選手でしたっけ。古瀬、あ、古瀬、古瀬ここカットしてるってしないよ。古瀬美月選手に確か下から取られてましたよね。あ、そうですね、それで終わった、見込み1本で終わった。そうですよね。でも結構あれから時間は経ってるので、でもこの前も取られかけた、かけた、かけたですよね。でも今 AACC とか行って練習してるの見るので、でも全然自力が違うと思うな俺は。自力が違う、決めきる力というかが、やっぱ そこら辺の選手とは、うん、アンディ・ウィンの方があるんじゃないかなっては思います。意外と若さの勢いで。これ何歳ですか。ああ、こっちの方が若いんですね。はい、アイ選手の方が若いと思うんですけど、うん、勢いはあるかなと。ちょっと話がつまんねえっつって携帯いじり始めてますよ。まあまあ、こんな、とりあえずこういう感じでいきましょうか。じゃあ、2試合目。2試合目。お、いきなりメインですね。ヒョードル対ランページ、ジャクソン。すごいですよこれ。まあどっちもね、なんかこうレジェンドですよね。レジェンドですよ。これは
ランページ・ジャクソンが勝つ。おーっとランページ・ジャクソン、え、わかんねえわかんねえいや、ギリギリまで最前線で戦ってるのは、ジャクソンじゃないですか。あ、そうなんだ。そうですね、まあ、最近まで最近までやってますよね多分、うん、ヒョードルはどっちかっていうとこうレジェンド枠で、うん、俺分かんない見てないから。なるほど、相手がってことですか。そうそうそう、相手が、まあ、レジェンド同士みたいな、バリバリのやつをやってるか、うんうん、レジェンド同士でやってるかっていうと、うんうんうん、そのジャクソンの方がまだ劣化してないというか。なるほど、うん、僕はそう見てるので、KO、 ジャクソンも KO、 うん、パチンパンチもらってこけたところパウンドで追撃して、ジャクソン勝っちゃう。ごめんなさい、すごい基本的なところ聞きたいんですけど、ユニファイドルールって何ですか。肘あり、あ、肘あり、まあ、UFC みたいなルールで。ああ、よかった、聞いてくれて。組み付け、顔面、なんかサッカーボールキックなし。なし、はいはい、UFC と同じルールなんで。はい、大臣はあるじゃないですか、サッカーボール。ありますね。肘ありなんだ。はい、僕はなので、なるほどね、ベンジ・ジャクソンです。どっちですか。僕はね、ヒョードルです。なんか最近の試合、ランページの試合よく見てるんですけど、よく見てます。見てんのか。なんか、ね、全部グダグダなんですよ。もうなんか怖がっちゃって、グダ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 してて、ヒョードルって今でも、まあ、思い切りはいいじゃないですか。もらっちゃうけど。もらっちゃうけど。そうなのでヒョードルに勝ってほしいですね。そうなんだ。結構グダグダですよ。あ、そうなんですね。うん、もうグランプリとか、ベラトールのグランプリとか、はい、キングボーとかやってるんですけど、で負ける、負けたんですよ。あのもうちっちゃいキングボーに、ちっちゃいキングボーと大きいキングボーとちっちゃいキングボー、自分よりサイズがだいぶちっちゃいのにグダグダして負けたりとかしてるので、なんかねパッとしない感じがしてました。初めにしかない。ハルさん、お願いします。もう顔だけでいいですよ。どっちが強そうとか、なんかチェーンが強そうとか。チェーンがあるから、ね。じゃあ真壁トークじゃないですか。真壁ですか。連れてこない。でももうやっぱ昔のもう強い、怖いイメージがあるので、はいはい、やっぱヒョードルのもう怖さがありますか、ね。そう。なんかヒョードルの方が強そうな感じが。もうちっちゃいんですよね、ヒョードルね。まあ、そうですね、ちっちゃいですよね、確か。体重もほぼ一緒なんですかね。わかんないですよ。そういう情報欲しいですけどね。なんかこう、なんか先週、まあまあ、まあいいやっていう感じで最近見てないから、先週情報はい、結構 OK。 じゃあ体重はランビン・ジャクソン9キロ、一応9プロフィール上は9キロは、あんまりこう、でも今の話を聞くとね、ヒョードルの方が有利なのかなっていう。有利だと思います。ただあの勢いが良すぎてもらっちゃうんですよね、あのヒョードルね。なんかそう、だから日本だからって言ってはっちゃけてくんないかなと思って。お互いヒョードルがランページ・ジャクソンがどうですか、こうもうガツガツいっちゃうよって、さっき言ったみたいに、そうやってほしい、それやってほしいんですよ。ビビるっていうのがあるんで、多分日本に対しては特別な思いがあるはずなので、うん、プライドのこと、あの頃からのあれがあるんで、そうですね。で考えると、うん、ヒョードルがガチンっていった時に打ち勝つ気がするなっていう。そうですね、楽しみですね。はい、楽しみも楽しみ、はいはい、じゃあ次は行きましょうか、はい、次、あ、来ちゃいましたね、八千選手対上迫選手。来ました、来ましたね、これ楽しみですね。どちらも前の試合は負けてるんですよね。負けてます。しかもカットでしたよね、上坂選手。あ、そうそう、カットです。まだできるみたいな感じの。なんか結構効いてましたよね、ストレートがなんかがっつり当たってダウンして。誰にも、グスタボじゃないですか。あ、グスタボですね。八千選手はね、強いと思うんだよな。やっぱ体の強さがすごいある気がするんですよ。3連敗中ですね。3連敗中か。しかもその前 2-1 の判定だって。その前は、その前は勝って、あ、ゴミさんに勝った。この辺がいいですね、なかなかいい
まあ、グスタボ戦もあれワンミスみたいな感じでしたからね。そうそうそう、一発パーンっちゃって、まだね、いけそうっちゃいけそうな感じでしたけど、止められちゃったっていう感じで、行く行く詐欺っていうか、結局また行かないんじゃないかなって。でもああやってこうさあ女優と付き合うって夢があるなって、いやいや、あります、すごくいいことだと思います。俺はそうですね、だから格闘技をしっかり頑張ってればそういうこういいことがある、そうそうそう、何があるっていうのは絶対いいと思う、世の中にとってね。野球選手は、ね、例えばアナウンサーと結婚するみたいな感じだけど、やっぱりどっちかっていうとこう野球選手より下に見られがちじゃないですか、 MMA ファイターって。そうですね、それでも女優さんだったりその有名どころとこうデートできたりできるっていうのはね、夢があるので。ありますね、うん、じゃあ俺八千選手で。じゃあ僕も八千選手で。どういう基準なんですか本当に。八千選手、いや僕はね、うん、どっちが勝つか分かんないですね、これは。分かんないですよね、ちょっとね。判定八千選手。じゃあ行きましょうか、次。いいですか、決めないでいい、決めなくていい、決めなくていい分からないっていう、分からないで、分からないで、はい、じゃあ一応29日、はい、え、どうぞ。あ、大丈夫です。29日の最後ですね、はい、オチ選手対ブルックス選手。はい、もうこれはスナルさん、ね、これは ね、もうね、負けてますから、一回。いや、合ってる合ってるでしょ、ボディからの右フック、合ってる、そうですよね、パンパン、そう、それでもう止めていいのにわざわざサッカーボールやがって、そうそう、サッカーボール切りやがって。あ、当たったんですかね。当たったから切れたんだ。なんか映像で見ると当たったのか当たってないか違う、微妙な感じだったんですよ。がっつり当たった、がっつり当たったんだ。あれだって俺だって意識ないのに、蹴らなくていいのに蹴っちゃうんだ。ボディー、うるさい、もうフック、サッカーボール、ちょっとやってもらっていいですか。最後、最後ですぜひ。いいっすかじゃね。これね、じゃあもうね、聞きましょう、まあ、乗ってます、いいわ。オチ選手対戦成績、ウィン、須田部光久。はい、これはなんでノーコンテストになったんですか。バッティングして、これもったいなかったですね、これね、10秒ですからね。そうですよね。いや、これはもうこれ前の YouTube で喋ってましたよね。喋りましたよね。だからすごいですよ。うん、そうそう、喋ってた。そしたらもう本当にブルックス選手が圧倒してしまう、うん、もうそんぐらい評価してるんですか。オチ選手を応援する、うん、だけどブルックス選手が圧倒する、強い。だって UFC で上の階級で戦ったんですよ。あ、よく動画、バズってる動画であるじゃないですか、持ち上げて、はい、パンってやったらそのままポイントが伸びるみたいな。バカかって話だけど、でも UFC で普通にね、やっぱ戦えるのはね、で、この10秒の中でもやっぱり、今日かな、昨日かな、オチ選手のコメント見たんですけど、はいはい、やっぱ差があると感じたと、レスリング力に差があると感じたから自分はアメリカに行ってきましたっていうコメント見たんですよ。だからオチ選手も認めてるんですよね、僕はここでは勝てないって思った、そのたった10秒でそれを感じるっていうのはやっぱ相当強いだろうなと。なので、まあフィニッシュして終わるんじゃないかなと。へえ、これ前のそのノーコンテストの試合って何ヶ月前ですかね。これが8月18日、もう4ヶ月じゃどうにもならない、その、うん、ならないと思う、うん、そしたらよくありますよね、埋まらないから4ヶ月では変わらないと思うな、4ヶ月では埋まらない溝だと思うな。勝ってほしいけどね、それこそ世界一のやつに俺負けたって言った方がまだいいじゃないですか。そうですね、でも、うん、本当に世界一だと思う、これ。勝った方がっていうか、うん、そう。だから俺からすればブルック選手が世界一でそれに挑戦するっていう見方の方がいいのかなって。そんな評価してるんですね、ブルック選手ね。そんななんかそんな有名じゃない ね。そんなに日本じゃね、まだまだ有名。ドリキがやばいって言ってました。え？田中のドリキが。アメリカでビックショー。やばいじゃない。これやってるからやばい。そういうことじゃないから。びっくりしちゃった。
あの田中典選手がアメリカで練習一緒にしたらしいですけど、こいつはやばいっていうぐらいなんで、相当ストロー級で絶対に大事、どうですか。いや、ここはね、我々がね、なんかね言えるあれじゃないですよね。他の話聞いたらもう、そうね、うん、どうせ喋ってもカットですからね。やめましょう。だって分かんないでしょ、10秒しか、だから分かんない、分かんないですよ、分かんない、気づいたら、あれ終わっちゃったみたいな感じでしたもんね、決められちゃったみたいな。そうもったいなかったですけどね、見たかったですけど、俺もなんだろうな、下手すればまたバッティングもあるだろうなっていうのもなんとなく思ってます。あれもファーストコンタクトで、どっちも行く選手なので、どっちも低い選手でなので、やっぱ頭、そっか、ぶつけることは多少あるだろうなと思うんですけど、まあ、はい、世界に挑んでほしいです ね、 そうですね、挑んで超えてほしいですね、大津選手には。そうですね、はい、ちなみにじゃあ、須田さんはね、リベンジというか、落ち選手ね、あのさ、これを俺が沖縄で語ってること自体が恥ずかしい。オッケー、申し訳ないです。申し訳ないです。オッケー、オッケー、恥ずかしい。はい、いや、そういうの欲しいのかなと思って言ったんですけど、大失敗でした。結果怒られちゃった。結果怒られて終わったっていうね。